皆さんおはようございます。おはようございます。今日はですね、いつもの業務スーパーでゲットしましたティラミスをいただきたいと思います。はい。これはですね、以前食べたチョコレートトリュフの同じシリーズになるようです。イタリア産で濃厚なマスカルポーネチーズと香り豊かなマルサラワインが絶妙な本格デザートということです。 160g ですね。 80g の2つ入りとなっています。いつもの原材料です。コーヒーシロップ、スポンジケーキ、マルサラワイン、マスカルポーネ等々ですね、使われております。食べ方なんですけれども、冷蔵庫で一晩解凍してくださいということですが、ちょっと数日置いてしまいましたどんな味になってるか食べたいと思います。1カップあたり210キロカロリー。いいんかな。という感じなんですね。なんかいっぱいクリームを入れた後なのかな。うん。あ、これアイス的にして食べてもやっぱり美味しいのかもしれないね。上の方が。うん。なんかすごいクリームをいっぱい上から入れましたっていう感じになっていて、いただきます。仕上がれ。中はこういう一番下にスポンジケーキが入ってますね。うんうんうん。うん、ごめんなさい。あ、これもまた美味しい。この写真みたいにやるには裏返せばいいのかって言ってもそうには出ないよね、これね、うん、そのまんまだもん ね、 多分これね。私はティラミスが好きで、たまに自分でですね、クリームチーズと生クリームを合わせて作るんですが、このティラミス本当にこのワインの感じ、洋酒ですよね、が結構強くって、少しねスポンジの ところに苦味も感じる。だから大人向けかもしれません。お子さんはちょっと苦いって思うかもしれないなと思った今食べて。ただ私洋酒の感じがすごく好きなので、とても美味しいです。うん、どう？美味しい。これすごい本格的だよね、本当にね。ただ解凍するだけでこれが食べられるなんて本当に、うん、ね。これクリスマスシーズンすごくもってこいじゃない？チョコレートトリュフでもいいけど、うん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 、冬のねお菓子っていうイメージがなんとなくあるから、まあパーティーとかだったら入れ物ちょっと変えたいかなと思うけど、それができないのがね。ね、後ろが、うん、いわゆるプリン的な感じでポカッと出るわけじゃないから。でもこのまま出されても十分美味しいお菓子だよね。入れ物もね、うん、しっかりしてるし、うん、それか気になるんだったらどうなんだろうね、端から取るというか、もうちょっと真ん中辺だけでもくり抜いて、うん、上がんないか、そのまま持ち上げられないか。逆にこれから出そうとするとすごい汚くなると思う。ああ、そうだね。側面も多分気にはしてくれてるものなので、うん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 、ちょっと少しねプラスチックの入れ物で味気ない感じもしますが、これが一番綺麗に食べられる方法かなと思います。じゃあこのですね、このマークのシリーズのティラミスとチョコレートトリュフは本当におすすめな品になっております。
ぜひクリスマスに向けて皆さん召し上がってみてください。これが出てくると本当に、あ、美味しいのありがとうと思うような、ちょっとおもてなしになると思います。では皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もしよろしければ登録、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。では皆さん、いってらっしゃい。